秋野晃三は初当選以来九州各地に実績を築き、私が党代表として九州の被災地にお邪魔するたび、秋野さんにお世話になりましたという方が数え切れません。現地に早く行くということにこだわり、医師の経験も生かしながら、これからも全力を尽くしていきたいと思います。コロナの対策では、医師で元検疫官という日本の国会議員の中でただ一人しかいない経験を生かし、常に政府を動かしてきました。特に昨年夏、秋野晃三が国会で質問に立ち、海外製ワクチンの確保を提案したことで国が動き、国民の約8割の方が2回のワクチン接種を完了し、感染拡大を防ぐことができました。ワクチンも治療薬も検査体制も大きく実現をさせていただきました。やっぱりコロナはに関しても、秋野議員の功績というのは非常に大きいんじゃないかと考えています。全国会議員の中で最もコロナに精通している議員であり、これからの日本を福岡から大きく動かすことができる日本の柱とも言うべき存在です。党員支持者の皆様、コロナに打ち勝つ日本を作る秋野晃三を何卒よろしくお願いいたします。幼少期は非常に体が弱くて、気管支喘息、それからアトピー性皮膚炎、両方とも非常に重度なものでして、母の手も大変煩わせました。でも見てくれたお医者さんの姿に心打たれまして、幼少期から医師になりたいという希望を持っておりました。長崎大学医学部を受験をして、そして卒業後は原爆の研究所で博士号をいただきました。その研究成果、 HTLV-1 っていうウイルスがあるんですが、PCR4 という今ではコロナの診療で非常に有名な PCR という検査を使って診断をすることが世界で一番初めにできたということで、医学界最高峰の雑誌に報告をすることができたことも懐かしい思い出です。で、卒業してからも地域医療と研究を両立する、これ非常に大変でありましたけども、島原の民間病院で勤務をしました。ちょうど雲仙普賢岳の噴火も激しい時期で、ありましたけども、被災地で仕事をさせていただいたことは私自身の大きな糧になりました。そうやって診療に、研究に従事をしていた時に、長崎大学から命じられましたのが厚生労働省への出向でありました。でちょうど新型インフルエンザの世界的大流行が起きた時には羽田の空港検疫所長を命じられておりましたので、水際対策の最前線で陣頭指揮を取らせていただいておりました時に、公明党から参院選に出馬するようお話をいただきましたので、今に至ります。現場の声を聞くっていうことと、やっぱり命を守る現場におりましたので、すぐに駆けつけて、ですぐに対応するという訓練を恩師や先輩や患者様のご指導を仰いでいたということは、今の私を気づいてくれていると思っています。命を守るという優先順位を踏み外すと対策は失敗をする、そこは今回のコロナ対策でも感じることです。秋野議員は本当にこのワクチンを確保した公明党の連結でですね、稲田さんとの、これは素晴らしかったと思いますし、一番びっくりしたのはこのワクチンの効果ですよね。これはやっぱりファイザー、モデルナ、非常に素晴らしい効果があって、2回打った後はもう9割ぐらいで抑えられる、だからもうこれしかないと思いました。だけどですね、日本は非常にそれが遅かったんですよね。去年の段階ではもういつ打てるかわからないような状況だったんですけども、メッセンジャー RNA を使ったワクチンなんて我々医学研究者でも想像もしたことない、ノーベル賞クラスの技術ですからね、これはもう国外から持ってくるしかなかったんです。
実は、ね、去年の7月の段階で国会の方で秋野議員がそのワクチン接種というかワクチンの確保、日本の国産ワクチンがいつ手に入るか分からなかったのをですね、このワクチン確保のために予備費の10兆円使ってワクチンをどっと買ったらどうだという質問をしたら、予備費の活用をつかめて対策を果断に進めると言ってくれたものですから、おかげでずわーっと進んできて、そしてそれがですね、菅総理も動かして、そしてやっぱりワクチンしなかったらダメだと、ワクチンしかないと、日本がこんなに急速にコロナが収束してくるなんてありえないし、秋野議員の功績っていうのは非常に大きいんじゃないかと考えています。ワクチン予備費を使って確保する、抗体カクテル療法、レムデシビルの活用、パルスオキシメーターの活用、唾液を活用した検査体制、多くのお仕事を実現させていただいたということを大変嬉しく思っています。これからも福岡からコロナに打ち勝つ日本を作ってまいりたい、そう決意をしています。皆様方のもとでご指導を仰いで、公明党が政府の中で政治の中でなくてはならない存在であるということを訴え抜いて勝利を目指して頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。Let it go, I can't